対決、この2人見るのでの対決見るのもなんかすげえ久々な感ある。さあ DKD VS ロシヒカリ。ロシは先ほどアルファを華麗に下して、社長は華麗に、俺を処理って上がってきた2人ですが、ちょっと言ってて悲しいな。さあ投げてロシペース、ロシ今ね社長側がしっかり下前って入れてたので硬直がありました。やったった2勝漏れ電波停止、これはゼロドット下がってからタイミングずらして中足取ろうと。アマチュアだな。じゃあ生トロしゃがみだと生でも痛い。コアコア EX さすがで精使いがね、このなんだろう EX を吐くシチュエーションっていうののゲージの回しっていうのがやっぱり独特なんだよな。一回吐いちゃうと単純にね精使えないわけだよ。この辺りのなんかバランス感覚って結構特殊な部類な気がしますね。なんてこと言ってたらロッシーが攻め倒してパーフェクト。水曜日に4位やめると久々な気がする。なんかそんな感じするよね。さあ2本目、クエリは次か。若干ずれましたが白子とコボクがシンクロしました。コミチュワシトオロザンセースタート。さあ最後のリープで崩れてダブルアップ。そしてこのダブルアップうまいんですよ。ガークはあまりやらないタイプな、まあほとんどやらないタイプなんですが、代わりにこの中下段とダブルアップ、この辺りのバリエーションがめちゃくちゃ豊富ですね。アマチュアだな。さあ社長結構なんかはめられてる感ありますけど大丈夫でしょうか。壊しがダメで幻影のお返し、あのぐらいから当たってもこのヘリってのはまあさすがですな。エクストロさあ空中戦、赤取ったがエコバになっちゃった。幻影さばけるか、エクストロはかくらない。幻影終わってたんでちょっとこれは危ない。だって幻中系おこれは綺麗に分身ヒットさせて勝ったのロッシー。じゃあタバコングに